ビーバーは、月締めビーバー間に分類される構成種の総称。ビーバー族のみで本家を構成する。和名は海里。体長80から120センチメートル。尾長が25から50センチメートル。体重11から30キログラム。水中の生活に適応しており、ビロードのような毛皮は水を弾き、後ろ足には水かきがある。 平たく大きな尾は、オールのような形をしているが、上下に動かすことで推進力を得るのに役立っている。ネズミ目では、唯一、直腸、排尿口、生殖口を兼ねる器官である相配質空を持つ。オスの抗ガは体内にあり、交尾の身外に出てくるため、外見で、オスメスの区別をするのは難しい。ビーバーの大きく丈夫な葉は鉄分を含んでおりとても、硬く。 直径1 5トルの木をわずか10分で倒せる。鉄分と削る樹皮のタンニンの反応の影響で、葉はオレンジ色に変色しているが摩耗した部分やタンニンに触れない裏側は白い。生まれたての幼体は葉が白く、また地域差や飼育化など住環境によってはさほどオレンジ色にならないこともある。指は5本あり、両足で物を挟むことで物を掴むことも可能である。 茶色の毛の内側にびっしりと生えた白い毛が皮膚に水が染みるのを防ぐ役割をしている。しかし、この毛が口実の乱獲につながってしまった。かつては、その形態から下肢類の中でもリスに近いと考えられたが、近年、遺伝子解析の結果からネズミに近いことが判明している。河川や湖、池、沼などの周囲にある湿原に生息する。夜行性のため、 夕方や早朝に飲み姿を見ることができる。ペアとその幼獣からなる家族群を形成し生活するが、生後2年以上の若け者が含まれることもある。家族群はそれぞれ縄張りを形成し、臭い付けによって縄張りを主張する。刺激を受けると尾を水に叩きつけるが、これは家族に対して危険を知らせたり外敵を驚かせる働きがあると考えられている。 年に一度、一服一から六頭の子を産む。子供は十日ほどで泳ぎ始めるが、次の子が生まれても親の元に留まり、その次の子が生まれる直前、万二歳近くになって、ようやく独立する。装飾性で、木に二キロもの子の葉や草、木の皮などを食物とする。葉を食料とするために木をかじり倒すことも多い。五十センチメートルの枝ならわずか三分で丸裸に、 してしまう。指定に沈んだ白い枝は、ビーバーの食後の跡である。皮膚を濡らさないために毛づくろいをする。足の間に油を出す部分があり、この油を前足で毛に塗りつけることを岸辺で行っている。毛づくろいが終わると、水の中に入る。雇用ていた地点などの天敵から身を守るために、陸地で活動することは少ない。 岸からせいぜい20メートルの距離で食事するぐらいである。ビーバーのダムビーバーのスビーバーは自分の生活のために周囲の環境を作り変える人以外の唯一の動物であるとも言われる。ビーバーのダム作りは持って生まれた本能的な行動で教わらなくても自然にできるようになると言われている。水辺の木をかじり倒し、 泥や枯れ枝などと共に材料として、川を横断する形に組み上げ、大規模なダムを作る。オスの役目で縄張りには尿をかける。ダムによってできたダム湖の中心部にも木を組み上げ、密閉された個室状の巣を作る。巣の床は水面より上にあるが、出入り口の通路だけは水面下にあり、天敵の侵入を巧妙に防いでいる。ダムを利用することでこうした水位を常に保っている。 長い年月の間にはいくつものダム湖が作られ、これによって岸辺の総延長が伸長し、食物を取る範囲が増えることになる。ビーバーが環境を大きく変えることで、多くの命を森に呼び込んでいる。川が流れているだけで、水鳥は住めない場所であったものが、池になることで渡り鳥もやってくる。池には、たくさんの水草も育ち、様々な生物で賑わうようになる。 数十年経つと、池は土砂に埋まって使えなくなり、残された栄養豊富な土砂には草がよく育ち、池は後に広大な草原に生まれ変わり、森の草食動物の貴重な食事場所になる。しかし、天敵がいない環境だと、過剰に木が倒されて、後日の森林破壊になるケースもある。近年、ビーバーは水が流れる音を探知すると、 本能的にそこをせき止めるダムを作ることが分かり、それを利用して柵を建てるなどして、流水温を人工的に発生させて、ビーバーがダムを作る場所を人為的に調整する試みが行われている。2011年現在で確認されている世界最大のビーバーのダムは、2007年10月にカナダアルバータ州のウッドバッファロー国立公園内で発見されたダムで、 長さは850メートルにもなる。ダムそのものに草木が生えていることから、1970年代から建設が始められ、数世代にわたって拡張され続けているものと考えられている。このダムはさらに拡大を続ける可能性がある。2011年4月29日に、カナダ・アルバータ州で原油のパイプライン破断事故が発生し、その後、同州環境当局者は、 ビーバーが作ったダムにより被害も拡大せずに済んだとの趣旨を公表している。食害を受けたキビーバーの毛皮は柔らかいため帽子の材料に用いられた。現在シルクハットと呼ばれる円筒型の帽子は元はビーバーの毛皮で作られていた。ビーバーハット、ビーバーハイハットあるいは俗にカスターとも呼ばれたこの帽子は17世紀以降作られ長い間紳士には 筆形の帽子だった。また、ナポレオン・ボナパルトが愛用したにかく帽子もビーバーのフエルトで作られるなどビーバーの毛皮は高級素材として広く流通した。このためビーバーの乱獲が進み、19世紀前半には年間10から50万頭が殺され、ビーバーの生息数は絶滅寸前まで減少した。19世紀初頭、供給が減少したビーバーの毛皮の代わりに、 表面を毛羽立たせて毛皮風に仕立てたシルクを用いたシルクハットがイタリアで考案されるとトップハットの主流はシルクに移ったためビーバーの需要は衰えアメリカやカナダで保護法が成立したこともあってビーバーの乱獲時代は終了した1940年代アルゼンチン政府は毛皮を目的として50頭のアメリカビーバーを南アメリカ大陸南端に位置するフエゴ諸島に 移入した。天敵がいない土地に住み着いたビーバーは2008年までにおよそ10万頭に増加し、フエゴ諸島固有の木々を大量に噛み倒し森林、破壊の原因となっている。2008年現在、アルゼンチン及びチリ政府は、フエゴ諸島でのビーバーの大規模な駆除を計画している。反対に、スコットランドでは400年前に絶滅したヨーロッパビーバーを再移入して、 生態系を回復させようとする計画が進行している。また、ビーバーの肉は食用にされた。最も有名なビーバーの毛皮の供給元は、アラスカ中部のユーコン川に面したビーバー村であった。味については、佐藤鉱石は、エッセイ、コウグマにおいて、日本アナグマがビーバーに似ていると記述している。ビーバーの毛皮を求める行動が、 欧州の北米進出を加速させた面があり、このことからカナダでは国獣としてビーバーが指定されている。ビーバーは警戒心の強い野生動物であるため、不要意に近づくと襲われることがある。木を噛み切るビーバーの葉は人間にひどい怪我を負わせることが可能で、動脈を傷つけるなどして死に至らしめることもある。その効能からは帰り口が制される。ビーバーが主たるモチーフであったり、 主役として活躍するもの子供のビーバーが、大人のビーバーが食事をしている際に、敵の襲来を意味する、水面を3回尻尾で叩くという行動をして、大人を追い払った後にご飯を独り占めする様子が観察され、意識や知性、観察力があることを示すと言われている。ありがとうございます。